サイド・アウィータは、モロッコの元陸上競技選手である。ケニトラ出身。1984年ロサンゼルスオリンピック男子5000メートルの金メダリストである。1980年代の中距離の各種目において圧倒的な力を誇った選手であり、1983年の9月から1990年9月の間に119回走り115勝を挙げている。 1985年には、アウィータは5000メートルで、デビッド・ムーアクロフトの持っていた記録を100分の1秒、更新する13分0秒40、ついで1500メートルでも、スティーブ・クラムの持っていた世界記録を更新する3分29秒46の世界新記録を樹立した。1987年にも、まず2000メートルで、 クラブの世界新記録を更新する4分50秒81を、そのわずか6日後に人類初の5000メートルで13分の壁を突破する12分58秒39の世界新記録を樹立した。1988年ソウルオリンピックでは、彼は800メートルと1500メートルにエントリーし、800メートルで銅メダルを獲得し、 オリンピックで800メートルと5000メートルの両種目でメダルを獲得した最初の選手となった。しかし、本命であった1500メートルでは800メートルの決勝レース中に太ももを痛めた影響で準決勝で棄権してしまった。1989年には彼の最後の世界記録3000メートルでの7分29秒45という記録を樹立した。 アウイタは1983年から1990年の間、800メートルから1万メートル、さらには3000メートル障害のレースにも出場し、119レースのうち115のレースに勝利した。1991年の東京世界選手権にも出場したが、怪我のため11位に終わっている。ありがとうございます。